よいた駅は、かつて、新潟県三島郡よいた町に所在した、越後交通長岡線の駅である、地上駅。1915年長岡鉄道開業の際に、よいた町の中心駅として開業。当初は、町中心部の三島郡役所、よいた町役場周辺に設置される予定であったが、河川以外の用地買収が困難であったことから、実現せず、 結局町の北端である本与田地区に設置された。このため、町の南部の利用者にとっては、不便極まりない状況であったことから1928年南部の上、与田地区に上、与田駅が開業。利用状況は大幅に改善した。交換設備があったことから与田町における貨物輸送の中心も担っていた。駅は町の北端に所在して中心部から離れていた。 周辺は田畑が広がり住宅は少なく公的機関や商店街が駅前に形成されるには至らなかった。この立地条件は配線を早める要因の一つとなった。旧駅舎は運送会社の事務所として使用されており、越後交通のバス定期乗車券、回数乗車券の販売を取り扱っている。また敷地の一部は越後交通のバス発着場や 運送会社の駐車場として利用されている。駅構内の中央付近は一時テニスコートとなったが、その後コンクリートで埋められた。ありがとうございます。